はい。少々お待ちくださいませ。皆様、こんばんは。えー、令和3年8月の11日、水曜日、ボギーチャンネルのお時間です。本日は私がお届けさせていただきます。えー 今日はですね、まあ、大した話ないんですけど、音声でよくありがとうございます。はい、えー、こさんからありがとうございます。コうスケさんにらちありがとうございます。上がっていいかなーってう、まだ上がんないでください。はい。<laughs> えー、江戸前のさりコゾさん、ありがとうございます。えー、今日のね、えー、ネタはですね、えー、まあ、さして、 ないんですけども、えー、ボギーってどこの追試スチャンネルボギー、ボギーチャンネル公認、YouTube チャンネルボギーは毎日プレミア公開中ということで、えー、本日は23時からですね、えー、ボギーさんの現状についてっていうタイトルかな。そんなようなタイトルでお届けさせていただきますので、えー、プレミア、えー、公開の方も、えー、あ重ねて、 え、お付き合いいただければと思います。またですね、えー、YouTube のチャンネル登録されていない方、登録していただけると幸いでございます。はい。えー、今日も大した寝てないだろうって言っちゃってるから、えー、視聴者も減ってってますけどね。今日は実はね、なるんですよ。<laughs> はい。えー、今日はですね、まず、まずですね、今日の沖縄。 のののココーナーーーナナでですす今日沖縄まず今日も今日の暇人の皆様はい毎度おなじみ沖縄タイムス辺野古高江藩ということで、えー、9時半朝ですね今日10朝の9時半からサンゴの移植先付近で作業船が 防衛局の作業船が作業しているという背中をですね、産後を守ってと抗議してるんですけど、産後の移植をするのを産後を守ってんですよ。で、彼の発石のね、えー、邪魔者がですね、えー、湧いてきまして、えー、船2隻、彼の発隻も出してですね、緊急事態宣言という背中にですね、えー、このようなことをしていると。 いうことで、船2艘ってことは、うんえー、8人以上の方々がですね、えー、やってたんでしょうね。はい。じゃあ、どういうことをやっていたか。また、同じく、おなじみの辺野古高い取材班の皆様からですね。えー、まあ、サンゴの移植先で、えー、防衛局の作業船に乗ったダイバーの皆さんがですね、えー サンゴが入っているカゴを海に入れましたと。そこまではいいんですけど、近くでは新基地に反対する市民らが抗議してますって、さっきの、さっきの、邪魔してるだけじゃんっていうね、ええ。サンゴを守るための作業を邪魔しているというね、ええ、意味がわからない不要不急な皆さん。あ あ,あ、そうだね。ラプセンさん、ありがとうございます。ボギーさんの沖縄支局。あ、ボギーさん以外のね、沖縄支局関係者 PCR 検査が鼻繊性でしたっていうことで、えー、明日からですね、チャンネル桜さん沖縄支局、沖縄の声放送の方がですね、再開となるそうです。まあ、よかったな、ということで、行くか、あの、スタッフの皆さんにね、えー、感染がなくて、何よりだな、と思います。 ということで、じゃあ、こんなことをやっているんだよ。米軍のキャンプシュワーブの人たちどうしてんだよ、と思うじゃないですか。ということで、米軍のキャンプシュワーブの皆さんは何をしていたかというと、海兵隊から。キャンプシュワブのに展開する100人以上のどし隊員が、名護市内にある5月のビーチで一斉にビーチクリーンを行い、えー シーグラスビーチではサンドバッグを使って道路の補修もしていたよというね、うん。すごいですね。はい。えー、本当に海を汚すというかね、ありがたいお話ですよね。あのー、ビーチクリーンもできない人たちがね、あの反対運動やってるのにね、キャンプショアムの皆さんね、辺野古で、辺野古にあるね、 え、キャンプショワブの皆さんがね、南国の市内のビーチを掃除してくれたというね、ありがたいお話でございます。ね、ほん、ほんね、米軍はね、あの、沖縄に限らずですね、あの、厚木とかもそうなんですけど、ザマもそうなんですけど、あの、地域貢献っていうのをね、結構大事にしているようで、えー、クリーン、こういうクリーン活動とかね、えー、よくやっている、 僕も、え、米軍のツイッターから紹介されておりますね。はい。ありがたいことです。同じキャンプシュアブの近くでね、わけわかんないことやってる人たちがいるんですけどね。そういう人たちはどうなんでしょうというのと、えー、今日の沖縄その2。その2っていうのも変化今日の沖縄から。ドン。 今日の沖縄、えー、コロナの感染者は何人ですかっていうことで、えー、沖縄で638人感染者が出たそうです。はい。えー、多いですね。人口比で言うとやっぱり沖縄ぶちぎってますね。多いですね。っていうか全国的に増えてきましたので、ね、もしかしたら、えー、京都も 緊急事態宣言をお願いをするっていう話ですのでね、もしかしたら、この緊急事態時言が全国に広まって、9月をもお盆を過ぎてしまうのではないかなと思います。沖縄だけね、いうかね、いう状況ですね。えー、それとですね、えー、まあ、いろいろとですね、ありますけども、 えー、コロナウイルスね、えー、でいろいろと今ね、ねなっている状況ですけど、えー、ちょっとね、ボギーさん的な視点で言うとですね、ツイッターの画像がなんですけれども、話がコロナになりますと、えー、一般の方が、えー、コロナのイメージと医者が持つ実際のイメージということで、 えー、ボギーさんは医者が持つ実際のイメージで言うと、中等症の、えあ、ー、たりになるそうでございます。はい。あ、お茶ばっかりありがとうございます。はい。えー、中等症ということで、今ね、えー、まあ、最先端というわけかどうかわかんないですけど、治療をしてですね、えー、核根同ではないですけども、治療をしている状況でございます。 はい。えー、これに関してね、語り出すとですね、今日、あの、一人コラボしたがってる猫おじさんって方がですね、あの、医療従事者で専門手好きなんでね、えー、話長くなるんで、えー、猫おじさんは呼びませんですけど、えー、ということで、今もね、えー、薬効いてて、えー、どんどんいい感じには今んとこなってる模様ですのでね、えー、決してあの、か 初期の風邪には核婚灯いいかもしれませんけど、コロナウイルスには核婚灯は効かないので、あの、何でも核婚灯にするっていう、あの、東洋医学がを否定するわけではないんですけど、あの、何でも核婚灯で治るんだったらね、えー、中国で SARS というものはですね、流行らなかったと思いますよ。ちなみに SARS って言う,言うじゃないですか。 なんかね、のんきにこういうことを書いてるんですけど、方がいたんで、ちょっと面白いからちょっと取り上げちゃいますけど、えー、SARS に HIS ですね。HIV。はっきり言ってコロナの何倍も致死率は高いのです。ちょっと待ってください。なのに全国で10人しか死なないとかね、そんなことをぐだぐだ書いてる、ちょっと変わった方いるんですけど、えー、SARS というのはコロナウイルスです。はい。<laughs> ちなみに、SARS というのはコロナウイルスでございます。ね。まあ、そんなことを言ってる方もいるし、今、ボギーさんがね、入院中だというのに、えー、まあね、アンチ、アンチ会の方はね、えー、みんなね、えー、まあ、ご心配されてね、やっぱり、方もいるんですけどね、えー、昨日の投稿でね、 え、もう、サイト名も出しちゃいます。昨日、こう、昨日も今日も、えー、テドコンさんネタ、えー、ね、沖縄の、こういうのをね、平気でね、あのー、今、病と戦ってる人をね、平気でね、こういうことはやってるというね。えー、じゃあ、テドコンさんがね、小長さんがね、えー、体調崩された時にね、 そういう、こういうようなことやってたかって言いたいんですけどね。まあ、こういう人も世の中いますよ、ということで、思います。まあね、保守の中でもなんかワクチンがどうのとか、なんとかだとかっていろいろいるんですけど、ちょっとね、保守なのかどうかわかんないんですけど、ちょっと昨日取り上げようと思ってて、取り上げられなかったネタがあるんで、ちょっと紹介しましょうね。えー オリンピックの閉会式でのお話なんですけれども、えー、画像が出てきません。はい。昨日のオリンピックの閉会式での、昨日じゃないですね。もう一昨日ですね。で、こんな投稿をしている人がいたんで、ちょっと面白いんで紹介します。はい。 閉会式で宝塚の皆さんがですね、えー、清掃でいるのを、チマチョゴリとどっかの国のですね、はい、えー、チマチョゴリみたいとどっかのですね、えー、国の民族衣装と思われるものを、えー、語っている方がいるんですけれども、えー これどう見ても袴なんですけど、えー、これ宝塚の清掃でございまして、これはですね、普通に袴で、えー、宝塚歌劇団というのは、これが清掃でございます。はい。えー、濃い緑色のね、袴が、えー、これはもう戦前から続く、えー、宝塚伝統の清掃でございます。はい。ね。こういう。 そういうのをね、あのどっかの国のね、民族衣装と言われているね、チマチョゴイとね、簡単に言ってしまうというね、宝塚の皆さんも清掃で、えー、歌を歌ってたという国家ですけどね、えーえー、いうね、えー、お馬鹿さんもいますので、えー、皆さんね、学ぼう。あの、保守だろうが、左翼だろうが、あの、知識を持ってないと、ね、こうやって赤っ端書くんですよ。 本当にね、ハイカラさんが通る10回見ましょうって本当ですよね。対象ロマンのね、あれですけどね。えー、ねこれはですね、もう宝塚の清掃ですからね。宝塚掛けずなの清掃ですから。えー、決して、決して、こんな発言をは保守、産経新聞のやつに投稿でね。ちま、 えー、ちまちょうみたいって書いてあるんですけども、これ緑の袴生えてますから、もう完全にこれ、もう清掃ですよね。はい。もう宝塚の清掃で、えー、君が歌ってるのに、こうやっていういう勘違いしてるね、えー。勘違い奉仕というかね。まあ確かにね、メダルセレモニーの,あのラドンセンターのね、あの衣装みたいなのはちょっと勘弁でしたけどね。 はい。まあ自分で手かけるからあんまりあのラドンセンターの人で出なくてよかったなと思います。私は。<laughs> はい。じゃあですね、えー、今日は、えー、私一人で進めていきますけど、えー、また面白いね、投稿があったんで。えー、と、これは違う <laughs>。 これはラプテンさんの投稿だ。<laughs> えっとね、ちょっと待ってくださいね。これだ。あのー、面白いのがあったんで、ちょっと。えっ、ー、と。 ボギー・テドコンや宮崎正久氏みたいな県外出身の自民党議員が出てきたのがその辺かなと思うただこの辺は経済活動という大義があって沖縄経済のためには仕方がないよねって論調が支配されてきたなんとか書いたかって書いてあるんですけど上がバカっていうよりも まあ、オリンピックに関しては、組織委員会は、まあ、森君くんがね、えー、おバカすぎたっていうことでしょう。橋本聖子さんはね、あの、いきなりやってなってますからね。はい。えー、もう一度読みましょうね。はい。ボギー手どこイン氏や、宮崎正久氏みたいな県外出身の、って書いてあるんですよ。で、私、 テドコンさんの名前をボギーテドコンと漢字で書く人はあっち系だと思ってるんで、えー、<laughs> あっち系だと思ってるんで、漢字で書く人はもうあっち系だっていう判断になってますね。えー、どっか、どっかのじ、あのー、おじいちゃんもね、あのー、漢字で書いてますけどね、えー、県外出身者どころか、あのー、 宮崎さんは県外ですけども、ボギーさんは生まれも育ちも沖縄です。はい。えー、<laughs> で、ちなみに自民党の議員でもございません。自民党員ではございますけども、自民党で議員はしていません。はい。詳しくは本日のボギーチャンネル参照。えー、で、この人ね、どんどん墓穴で、これに対して、えー、我が、 仲間のね、ラプテンさんが買いツッコミを入れて、ボギー様は、すかかさず、思いっきり知ったか、の、た、たしまんちゅうと書かれているというね。<laughs> ね、ボギーさん、あの、ツイッターできない状態じゃないですからね、そここれで返すという、切り返すという、ボギーさんね。そうですよ、テドコンさんという名前は、あの、武家の、 流れを組んでるとかね。あのー、八重山日報でですね。あの、<laughs> ご本人わらわらわらって書いてある。これ、なんか諸説あって、この人がどんどん墓穴を掘っていくっていうのが面白いんですけどね。 えー、理屈ではなく思想のが、思想って概念で動く人を見たとき、僕は本気で衝撃を受けた覚えがある。多分、ガナカ・マコさんあたりだ。ただ、彼女の場合はネットで調べたり掘っていくうちにやっぱ特殊な人だったなって感じた。経歴がすでに異端だったからね。あ、そうなんだ。ガナハさん持ちなのかなって思いつきましたね。 ガナハマサコさんですよ、これ。えー、この人の名前には沖縄人とか書いてあるけど、内縄口も分からん系なのか。ナイチャーが沖縄に来て、沖縄に帰ってきてかぶれるのかも、とかと思う。小中高も内地を歩いて沖縄に土地と家があるから戻ったみたいな。あの、すいません。ガナハさん、確か大学が早稲田だった気がするんですけど、小中高は、 名ごだと思うんですけどね。<laughs> 私の記憶が確かならば。で、えー、あともう一つ言うと、あのー、ガナハさんはもろ、なまってます。名ごなまりと本人は言ってますけどね。はい。妄想がね、妄想を呼んでね、オチがつくんです。これも僕じゃなくて、これはね、あのー、予備さんかな 誰かが突っ込み入れてたんですけど、開放高校の楽器屋監督みたいな人もいるんで、どうやってそこまで至ったかって書いてあるんですけど、楽器屋さんって、沖縄小学じゃなかった格好違くねって思うのは、<laughs> 目玉焼きさん、まさこさんはチョコくれたので、私には得点高い。<laughs> はい。 谷中さんじゃなくて、今、ガキ屋さんなんですけどね。これ、解放高校って、じゃなくて、沖縄小学じゃないのって、僕の記憶は、あの、するんですけどね。なんか、ドツボにはまってるっていう情報があります。ここの辺はね、解放高校の回もね、海じゃねえのっていう,なんかう、僕のこれ勘違い解放中継かなと思ったんですけど、 <laughs> 最後にですね、今日一番やっぱり笑わせてくれたのは、えー <laughs> えー、僕もなんかもらいました、<laughs> チョコレートもらったかな <laughs>。まあ、あのー、玉城デニー知事、ライブ中継、記者会見があります。 ということで、16時半、お記者会見あるんだ、デニー知事、沖縄タイムスチャンネル。興南高校の監督について、ねえー、沖縄県甲子園中、あ、興南高校ですか。じゃあ、また違うんですね。<laughs> じゃあ、もう完全に、あの、どつぼにはまってましたね。 僕もちょっと間違ってるかなと思って、どうかなと思って、香南高校ですか。海放高校ではないんですね。で、デニー知記者会見やるんだって思ってたんです。そしたらその後ですね、沖縄タイムスさんから、業務連絡です。 玉木デニー知事の会見ですが、開始時間が伸び、午後5時15分からと変更となりました。ああ、そっか、押したんだねーって。うーん。<laughs> デニー知事三段活用で、最後。最後。三段活用で。最後、どうなったか。 えー、午後5時15分開始予定だった玉城デリイチの会見は明日に延期になりました <laughs> <laughs> 明日に延期になりました <laughs> え<ー笑>やってくれますよねえっ <laughs> デニー知事の三段活用。記者会見やります。えー、飲みます。明日にやめます。<laughs> うちな時間ですか何かあったんですかね何かあったんでしょうね、クさんね。なんかわからないんですけど、えー、結局、デニー知事の会見は今日はなかったと。えー。 いうことですねでもこういう知事はねちゃんとねあのー、やっぱ逐一ねあの情報発信はすべきだと思いますよ先日もねご紹介させていただきましたけど各県のねあの緊急事態の知事各知事はね、えー、いろいろとですね情報をこうやって載せてるわけですよ例えば 例えば私の住んでる埼玉県の大野知事なんか、毎日、この毎日これは載せてるんですよね。これは、これ、こきのデータではないんですけど、埼玉県の大野元宏さんな、知事は、あの、おう、けちゃん、ね、焼肉パーティーしたいね。えー、こうやって毎日11時ぐらいにね、えー、知事仕事終わってからか、市長の方かわからないんですけど、こうやって載せてます。はい。小池知事もそうです。黒岩知事もそうです。 関東ではででですすよよこういういに載せてるんですよねでちょっと吹いたのがあのコロナのワクチンがどうのこうのっていろいろ言ってる方がいるんですけどこれ私の住んでる、えー、埼玉県のとある市の、えー、接種状況ということで。 45歳から49歳の方8月31日からって受付開始っていつ打てるんだよっていうね。私、職域接種受けたので、あの、終わったんですけど、それも受付が8月31日なんですけど、え四、ー、45歳から49歳ね。で、<laughs> で、ええー、思わず吹いたのが接種券が来たのが、 えっと、先月の、えぇ、ー、十十日過ぎぐらいかな <laughs> これ、こ、こ、この、ここのここ市長を含めて、市長もバカですけど、一応はいいんですけど、あの、選挙にうつつ抜かしての接種が全然進んでないんですけど、えー この行政さんね、あのー、ふざけんなよと <laughs> 言いたくなる。ちなみに、えー、これ、精霊市がこんな感じなのに、隣の中核市はもう、40代の方も打っているというね。よく、だからもう行政で差がついちゃってんですよね。まあ、知事のお膝元ですけども、えー、保健所の方は、あの、中核市なので、市に移行されているのでね、 こんな感じで、えー、遅れてたりとかしております。で、今日一番笑ネタとしては、あの、安倍大先生ね、タイムスの、沖縄市役所前は今日も市民の手で守られた、ヘイト外線阻止は65週に、っていうことで、ご苦労なことなんですけど、あの、ヘイト外線を、 うんぬんかんぬん言う前に、営業妨害じゃないんですかこれは。<laughs> 私たちは差別する DHC の商品は買いませんって書いたんですけど、こんなの持ってますけど、市役所の前でこういうことやってるって、業務営業妨害じゃないんですか ?DHC さんが、あのー、 そういう発言したからっていうんだったら私たちは差別する沖縄タイムスは読みませんって書かれてるのと一緒ですよ君、うん、は買わなくていいよ本当ですよねあのー、プレゼントで送りつけてやればいいんですよって言っちゃうとあれですけどプレゼントですよあくまでもあの後払いとかでやっちゃダメですよね、えー、そういうの買いません嫌なら買わなきゃいいの心収まって 私たちはさ、変更する沖縄タイムスの商品は買いませんとか、私たちは、<coughs> えぇ、ー、なんたっけ、支援金を搾取する沖縄タイムスの新聞は買いませんとかね。書 <coughs> かれたらどう思うんですかね、沖縄タイムスさんとしては。安倍さんね。 社名をそうやって平気で書くんだったら、ちょっとね、そういうのは気になるなぁと思いました。ということでですね、今日も一日、えー、いろいろな、ツッコミどころ満載のネタからね、えー、やってきたんですけれども、最後はいつもの通り、えー、デニーさんを乗せてと。で、えー、いつも通りですね、えー 支援金作詞のデモです。本当ですよね、うん、うん。ね、コーラの3ピン茶なんか置いちゃってね、くっちゃべってるったまきデニーさんの写真を、これもね、な使わせてもらおうかなと思うんですけども、えー、こんな感じでやってまいりました。ということで、最後にですね、もう一度、いつものお願いとなりさせ、お願いをさせていただきます。よいしょ。 いい写真がないんでね、下から引っ張ってくるんでね、大変なんですよ。デリーさんもおすすめする、えー。ごめんなさい。失敗しました、えー。予定ではスポットはまる予定だったんですけど。えー、どうしようかな。 よ、えー、最後にですね、えー、ツイッキャスボキーチャンネル、この番組公認の YouTube チャンネル、チャンネルボギーの登録をぜひとも皆様よろしくお願いをいたします。えー、ぼかしてある顔は誰とは言いません。はい。吹かないようにしてくださいね。 えー、この類のね、えー、写真はいっぱい作ったって、デリーさんを使おうと思ったらね、ちょっとデニーさんはまんなかったんで、この写真にさせていただきます。ということで本日の放送はこれにて終了となります。ぽ <laughs> ぽちゃんとかさ。えー、この後ですね、23時からは YouTube チャンネルボギーの方で、えー レミア放送、昨日のですね、ボギーさんの現状報告という形でお届けさせていただきますので、そちらの方もよろしくお願いをいたします。本日もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。またお盆休み入りますからね、不要不急な外出は控えましょうということで終わりにします。失礼します。